道黒谷を左方向です。はい、高鍋町の市街地を通ってます。で、左方向です。右近く、右の方に役場が今ありました。そして今およそ700メートル先右方向です。高鍋城址、城跡が、右の山で、このあと右に曲がったらその前を通るんじゃないかって思ってます。一度来たことあるので、およそ300メートル先、はい、右方向です。右に城跡が今見えます。舞鶴公園ってなっています。国富町、まもなく右方向です。の方に自分は行きます。右方向です。そうですね、33キロほど走って保慶岳薬師寺というところを今行きます。そこが、釈迦岳の登山口になります。その薬師寺の奥の院という感じが釈迦岳の頂上でないかなって考えてます。高鍋町を通りました。はい。